皆さんこんにちは。私ね、ついに手に入れてしまったんですよ、こちらを。でね、これ私ね、すごいね、強烈に記憶に残ってるんですけど、まだね、小学生ぐらいの頃にね、よく通っていたあの模型屋さんのところの一番目立つところにね、これがね、置いてあった記憶があるんですよ。多分ね、このチャンネルをね、ご視聴していただいている方々も、40代、50代の方がいらっしゃると思うんですけど、多分これ記憶にあるんじゃないでしょうか。で、これまたね、スケールがね、72分の1になるので、なかなかね、作りごたえがありそうですよ。で、こちらの製品はですね、何度かタミヤさんの方から再販されてるんですけど、1990年代だったかな、一度再販された時に、ディスプレイ専用モデルということで販売されたんですね。で、もともとこれ製品自体は1970年代に販売されてたらしいんですけど、当時はね、モーターライズになってて、中にね、電池とかモーターとかを入れて、実際ね、この水の上を走るような仕様になってたらしいんですよね。で、まさにね、この製品自体はその当時のものなんですけど、なんとこれ、ラジコンにもできるんですよ。で、今回ですね、こちらの双葉のね、これラジコンカー用のプロポーセットになるんですけど、この最新のね、機械をですね、で、こちらのね、PT15 に乗っけて、実際ね、ラジコンとして楽しめるように完成させてみたいと思います。うん、はい、ではね、ちょっと中身を確認していきましょう。ランナーなんかはね、全部で9枚ありました。まああとね、船体とか他の部分はちょっと別として、なかなかねボリュームありますね。で、これ中古で購入した製品なので、一応ね、このプラスチックパーツがね、中で脱落してたりとかする可能性もあるので、このね、一応袋はね、私最後まで取っておくようにしています。まあなくなってることはないとは思うんですけど、一応念のためにね、袋は取っておくようにしましょう。で、あと小物なんかもねついてるんですけど、一応ね、こちらの製品はね、ラジコンにするのか、もしくはモーターライズでね、電池を搭載して、モーターだけでとりあえずまっすぐ走るみたいなね、そういうのも作れるみたいですね。で、他にもね、ディスプレイ専用モデルに使うためのね、部品なんかも、一応この鎖とか入ってるけど、そういうものに使うんじゃないですかね。あと、おそらくこの辺のも手すりの紐なんでしょうね。で、これね、製品がもうやっぱり古いので、こういうね、なんかこの日照機のね、旗だったりとか、あとこのデカールもね、なかなか黄ばみがもうひどくて、ちょっとつかみ物にならないかもしれないですね。で、この時代の頃のね、タミヤさんのプラモデルって、英語版とね、日本語版のマニュアルが両方ついてるんですよね。でね、多分この同じプラモデルもね、海外にも販売したりとかしてる影響で、この英語用のね、このマニュアルをつけてるんだと思います。で、とりあえずちょっと中身をね、さーっと確認していきたいと思うんですけど、まずちょっとね、ラジコン化をする予定なので、先にね、このラジコンのメカ部分のところだけね、仕上げたいと思うんですけど、で、とりあえずメカ部分の取り付けが終わってからね、もう一回このページの最初の方に戻って、その他のね、この船に取り付けるこの偽装の部分ですね。で、こちらの方を作っていきたいと思います。はい。でね、今回ね、ラジコン化をするのにあたって、このね、電池ボックスだったりとか、あとこれモーターにつなげる擬帽子と、バッテリーのね、コネクタでね、こちら、280モーターだったかな、なんですけど、こちらね、一応定格のね、電圧を
9ボルトまで耐えられるやつに変えています。で、先ほどねデカールがちょっと黄ばんでしまってたので、こちらのデカールを使ってね、ちょっとおおよその部分リカバリーしていきたいと思います。で、今回ねメカ部分はこちらのね双葉さんの 3PV を用意したんですけど、これねまあ一応最新ではないですね。で、まあ一応ねとは言ってもまだ世の中に流通している製品なので、これ車用になるんですけど、まあこちらでね、ラジコン化をしていきたいと思っています。で、こちらはねアンプになるんですけど、昔はよくねスピードコントローラーみたいなこのスピコンっていうのがついてて、このサーボの動きでねスピードを調整してたんですけど、今の時代はねこんな感じで全てね電気仕掛けになっています。ちょっと正直行き当たりばったりで作るので、まあ最後の最後までねうまくいくかどうかわからないんですけど、まずはねこの RC メカのね搭載する位置をちょっと決めて、この船体のね重量のバランスをとっていきたいと思います。まずはねちょっとモーターをセッティングしていくんですけど、当時ねこれ280モーターを使ってたんですけど、このねモーターのこの長さがちょっと今のこの280モーター短いみたいですね。まあもともとこれねちょっと普通の模型用に使うものじゃないので、そういう差もあるのかもしれないですけど、ちょっと短いんですよね。まあこれはちょっと後で何とかうまくやりましょう。で、まずモーターをとりあえずちょっとつけてみて、で、こっから多分ねこのスクリューを回すシャフトが入るんですよね。で、最近のラジコンなんかはねこんな感じで 7.2 ボルトのね日カードバッテリーをよく使うんですけど、で、今回使うねこの RC メカ自体もねもともと 7.2 ボルトの日カードを対応していますので、なんとかしてねちょっとうまくバランスを考えてこの船体にね組み込んでいかないといけないんですけど、ちょっと悩んだ結果、単2のねこの電池ボックスを、もともと単2が、付けられるように作られてるんですけど、これをねこんな感じで配置して、で4つだけだと1個 1.5 ボルトなんで合計でね6ボルトしか出力が出ないんですね。なのでここにプラスねここにこんな感じで、もしくはこっちでもいいのかな、まあちょっと重量によってこの辺は変える可能性ありますけど、7.5 ボルト化して、試してみたいと思います。で、一応この舵を動かす用のねサーボがまずここについてですね、で、あとですねこの辺のこの受信機だったりとか、で、あとこのアンプ式ですね、こちらもこの辺にこんな感じで乗りますので、で、これをねしっかりこう止めた後に一旦ちょっと水につけてみてねバランスを見てみたいと思います。今ちょっとねこの洗面台のこのシンクにね水を溜めて浮かべてみたんですけど、とりあえずでもなんか問題はなさそうですね。特にね後ろが沈んでるとかね前が沈んでることもなさそうですし、このね左右のバランスもちょうどこれで取れてると思います。で、あと一応ねこの辺のデッキをね取り付けた時に中のねメカ部分が当たらないかどうかだけね確認しておいた方が良さそうですね。こんな場合ですね、一応当たらなさそうなんでこのまま進められそうです。まずはねこのサーボの取り付けから始めようと思ってるんですけど、その前にねこの舵の部分をね先に組み立てを
行ってしまいたいと思います。サーボをね、取り付けるのに今こちらにね、3ミリ圧のプラ板をつけてみたんですけど、これでね、土台を平行にしておいて、サーボをね、こんな感じでつける具合になると思います。この土台はね、これあのサーボがつくとこなんで、ちょっと外れちゃまずいから、これこうね、プラリペアで完全に止めてしまいます。ちょっと他のこのベースだったりとか土台もね、もうすでにちょっと組み上げてしまったんですけど、これからね、配線の方をしていきたいと思います。で、配線はね、ハンダでもう完全にくっつけてしまいます。はい、ではね、ちょっと動かしてみようと思うんですけど、ラジコンはね、基本的に送信側の方のね、スイッチを最初に入れます。で、そしてからこちらのね、車体側、違いますね、船体側の方ですね、のスイッチを入れます。じゃあちょっと動くかどうかやってみましょう。まずはね、こちらのね、スロットの部分、これがね、前進、後進、あ、動きますね。前進、そして後進ですね。はい、動きますね。で、この後ろのね、ここについてるのが、舵の部分のサーボになるんですけど、これをね、動かすと、はい、こんな感じでサーボも動きますね。はい、大丈夫そうですね。でね、一応これで RC のね、メカ部分は完成したんですけど、まだね、これちゃんとくっつけてないので、後でね、またこの配線をきれいに整えたりとかしてね、完成までにはね、きちんと作っていきたいと思います。この PT15 を展示もね、できるように作りたいので、今からね、こちらとこちらにね、穴を開けて、飾り台のね、金属脚をつけれるようにしたいと思います。まずはね、2ミリの穴でね、下穴を開けていきます。でね、そうすると当然ね、こんな感じで穴が開いてしまいますので、これね、走らせた時にここから水が漏れてくるのは間違いないので、これからね、ちょっとあのナットをね、埋め込んでいきたいと思います。で、またね、ここは絶対に外れちゃいけない箇所になりますので、プラリペアで接着をしていきます。はい、ナットの方がね、船体に接着終わりましたので、これからね、この土台の方をね、作業しやすいようにくっつけていきたいと思います。でですね、この上にですね、こんな感じでデッキがね、こんな感じでくっついてくるんですけど、で、中にですね、あの RC メーカーが入っちゃってるので、できればこのメンテナンスする際にね、ここまではね、なんとか外せるようにしたいんですよね。で、この一番後ろのね、デッキに関しては、ここにね、この中にこの
差し込んでいく爪がついてて、一番後ろのね部分にね、ここにこの金具をつけてね引っ掛けるような仕組みになってるんですよね。なので後ろのねデッキの部分はもともと取り外しできるようになってるんですけど、この前の部分はねこのままちょっと乗っけただけだとやっぱり怖いので、今からねちょっと何かいい方法を考えていかないといけないんですけど、でちょっといろいろ考えたんですが、多分この当時はなかったであろうねこのネオジウム磁石ですね、こちらの方をデッキのね裏側と、であとこの船体のね、この本体の方にも取り付けて、でこんな感じでね取り外しがねマグネットでこう簡単にできるようにしていきたいと思います。このデッキ側の方なんですけど、ちょうどねうまい具合にここにマグネットがねつきそうなこの枠がありますので、ここにね今からこのエポキシ接着剤使って接着をしていきます。はい、マグネットの取り付け終わったんですけど、ではねちょっと早速このデッキの方をね取り付けてみましょう。よし、あ結構強烈につきますね、しっかりついてると思います。であとデッキのねこの後ろの部分はここにね金具がつきますので、前側だけにしてあります。こんな感じですね、はい、まあ、多少のね衝撃では外れないと思いますよ。で一番前のねデッキはねこのままここにもう接着で止めてしまおうと思ってます。はい、ではね船体のこの内側をですね、サフェーサーの白で塗装していきたいと思います。はい、それではこの一番前のねデッキを貼り付けていきたいと思います。でこういうところはねもう流し込み接着剤でこんな感じでね隙間に十分にね接着剤を流し込んでいきます。はい、このねちょうど船首のねほんと先端のあたりがね隙間が空いちゃってるんですよね。でねこれは今からねラッカーパテを使ってねこんな感じで隙間をね埋めていきたいと思います。で大まかにねつけた後にこの表面をねラッカー系のこの溶剤でこんな感じで平らにしながらね、なおかつ余分なやつをね余分なパテをね落としていきます。ちょっとね先送りにしていたこのモーターの問題を解決していきたいと思うんですけど、これ冒頭でねお話しした通りこの元々の設計のモーターのサイズよりねサイズがちょっとこれ短いんですよね。でこれをなんとかして取り付けようと思うんですけど、まずはねこのモーターがね中で回転してしまわないようにこの前の部分をね少し追加加工していきたいと思います。
こんな感じのちょっと部品を作ってみました。でこれモーターのねこの穴のところにねこんな感じで収まるようになってて、でこの土台自体は動かなくなります。で土台側の方にもねこんな感じで突起物がついてて、これがこのモーターのベースのところにね止まるようになってます。でね後ろ側の方もねこれ動いちゃうので、ここにね部品を追加してこれ以上後ろに下がらないようにしてあります。でここにもともと製品についてたねこのモーター止める部品をくっつけると、もうねモーター自体は回らないし動かないし、これでなんとかいけるんじゃないですかね。でねこれ部品が外れないようにねプラリペア使ってこういうところとかねしっかり止めていきたいと思います。塗装とかもしてみたんですけど、これでねモーターの土台は完成です。はい、船体の方を塗装していくんですけど、まずはねプラクリーナープラスで表面を清掃していきます。まずはね下地塗装でタミヤのねサフェイサープライマーを塗装します。タミヤの、このマニュアル通りですと、ハルグリーンっていうこの船体の下の部分がですね、これがX5 のグリーンと XF8 のフラットブルーをね、2対1で調色してくださいという指定になってるんですけど、ちょっとね、アクリルのこの水性の塗料だと、実際この水の上を走らせた時にね、ちょっと塗装面が弱い可能性があるので、ラッカー系の塗料でねミスターカラーになるんですけど、110番とね6番でなんとなく近い色を選びました。でちょっとこれで調色してみるんですけど、若干ね青の色の方がちょっと明るい青の気がするので、必要に応じてね赤とかを入れて少し濃い色で作っていきたいと思います。ちょっとね見本のカラーがほとんどないので、この箱絵のね感じの色を出したいと思うんですけど、まあこれだったら悪くない感じがするので、一応ねこの色でそのままもう塗装を始めたいと思います。はい、船のこの底の部分のね塗装が終わりました。なかなかねちょっと面積が多いのでね塗装するの大変だったんですけど、ここからついにねこのデッキのこの上の部分ですねの組み立ての方を最初に始めていきたいと思います。部品をね接着したりとか、あとこの船首の部分にね隙間があったんで、ここをパテ埋めしたりとかして、で表面を慣らしてる間にですね、このデッキのね上のこのモールドが消失してしまってる箇所があるんですね。でちょっとここ一部再現したんですけど、これからですねこちらのねタミヤのこれ筋彫りブレードになるんですけど、こちらを使ってこのモールドをね再現していきたいと思います。これ今ね貼り付けてるのは配給パーツのね筋彫りガイドテープになりますね。これなかなかね途方もない作業になっちゃいましたね。
一応ね半分は過ぎてるんですけど、結構ね一個一個これ処理するのかなり長さがあるんでね、結構大変ですね。今ちょっと仮に墨入れをしてみたんですけど、結構ね綺麗に入りましたね。でなんかでもむしろやっぱりこれをやった方が良かったかもしれないですね。でこのね中央と後ろのデッキにもねこのモールドが入ってるんですけど、で一応ね前のデッキ入れてしまった以上はね、こちらのデッキの方にもね筋彫りを加えていかないとちょっとバランスおかしいので、なんとかねちょっと大変ですけど頑張って筋彫りを入れていきます。こういう箇所をね、かわさないといけないのがね、ほんとつらい。これね、ちょっとね、まっすぐ、一本で引ければいいんですけどね。こういう途中にね、ちょっとモールドがあるところはね、なかなかつらいですね。一応これでね全部終わりました。なかなか大変な作業でしたね。とりあえずね一旦全部ね筋彫りが入ったかどうかね墨入れをしてみたんですけど、なかなかいい感じで仕上がった気がしますよ。次は環境の制作を始めます。内装をね組み立ててしまう前に塗装を終わらそうと思っているんですけど、まずね下地をこちらの黒のサフェーサーをかけてから、その後ねこちらのタミヤの XF21 スカイがね塗装色に指定されてますので、こちらで塗装を仕上げていきます。この付属していたデカールはね水転車デカールかと思ったら、これただのねこの転車できるタイプではなくって、こんな感じでねこの台紙からフィルムごと剥がれるねただのステッカーみたいなものでしたね。でとりあえず使えそうなやつはねこの中から今切り出して使っていきたいと思います。
はい、パテでちょっと修正した跡とかをね、ちょっと綺麗にこの、鳴らしていたらね、ここ表面にね、うっすらリベットが入ってるんですよね。で、これがね、ちょっと消えてしまいましたので、この辺もそうですね。で、ちょっと今からね、復元していきたいと思います。でね、この時使うのはね、こちらのリベットセッターになります。どんどんとね、作業を進めていくんですが、ここからはね、フィギュアを切り出して塗装前のね、準備をしたいと思います。この段階でね、フィギュアも含めた全てのパートのね、組み立てが終わりました。本格的にね、塗装する前にあらかじめこの下をね、春グリーンで塗装してあるんですけど、今ここね、マスキングテープでこの塗り分けの線を入れたんですが、こっから上はね、線対色で塗装をしていきたいと思います。まずはね、全体をミスターフィニッシングサーフェイサーのブラックで塗装していきます。フィギュアの塗装はタミヤのサフェイサープライマーのグレーを使っていきます。はい、船体の塗装はミスターカラーのね、607番で塗装します。はい、塗装終わりましたので、今ねちょっとマスキングの方を剥がしていきたいと思います。マスキングのね、境目もきちんと塗り分けできてますし、うまくね仕上がりましたね。一旦ね、半光沢のクリアでトップコートを塗装していきます。こちらの数字のね、看板号がね、ここに入るんですけど、これこないだね、推定車デカールじゃなくてただのシールだったってことが分かったんですね。で、一応ね、使えるんですけど、もう結構黄ばみがひどいので、今回ね、追加でデカールのオプションを用意したんですよ。で、せっかくね、こちら用意したので、これを使って番号をね、ここに貼り付けていきたいと思います。でね、ただちょっとね、サイズが一回りね小さいんで、ちょっと雰囲気的にどうなるかなって思うんですけど、ちょっと一回試しにつけてみましょう。
結構ね、サイズ違いでもね、なんかそれっぽく仕上がりましたね。はい、ではね、フィギュアの塗装を始めるんですけど、まずはね、肌色の部分をこちらの111番とね、49番を調色して作っていきます。フィギュアがね、全部で12体あるので結構大変な作業なんですけど、一体一体をね、しっかりと塗装していきたいと思います。一応ね、塗装が終わったんですが、ちょっとね、フィギュアが小さいのであんま効果があるかどうかわからないんですけど、最後にね、こちらの墨入れ塗料のピンクブラウンですね、これを顔のあたりにね、塗っていきたいと思います。はい、もうね、仕上げの段階に入ってるんですけど、こういうね、細かい箇所のところにね、色指定が入ってるので塗装をね、加えていきたいと思います。はい、フィギュアとか乗せる前にね、一旦表面をね、艶消しのトップコートの塗装をしていきたいと思います。ミスタースーパークリアのね、艶消しを使うんですが、一応ね、水転写デカールとかね、貼り付けてしまってるところがあるので、まずはちょっと軽めに塗装をしてですね、で、これこの後水面に浮かべますので、なるべくね、厚めに塗装を仕上げていきたいと思います。これ窓枠をシルバーに塗装してるんですけど、結構ね、丁寧に塗装しないといけないので、なかなかね、厄介ですよね。フィギュアの方を配置していきたいと思います。はい、ではね、 RC メカを取り付けていきたいと思います。まずはね、モーター側からつけていきましょう。もうこれスクリューの方はね、すでにシャフトを通してあってですね、あとここにつなげるだけなんですけど、鍛冶にはね、しっかりとグリスをつけておきましょう。
舵の部分はね、ネジが緩んだら大変なので、こちらのねロックタイトでネジを固定します。はい、舵とねこのサーボをつなげるリンケージをね今ちょっと作ってみました。これでうまくね作動すればいいんですけど、位置的にはここがちょうど良さそうなんですよね。で両面テープでくっつけます。はい、ここがちょうど良さそうですね。はい、ではちょっと舵を動かしてみますか。一応動きますね。はい、どうですか、舵ちゃんと動いてます。走行中にねこの電池が外れてしまわないようにタイラップを用意しました。でこのタイラップね抜き差しが何度もできるようになっているタイプなんで再利用ができます。よし、こんな感じですね。ではねちゃんと動くかどうか、これ今作動確認をしてみます。まず舵ですね。はい、でスクリュー回します。これ前進です。はい、後進です。はい、ちゃんと動きますね。はい、土台を用意しました。これもね塗装してあるんですけど、ですね、金属脚の代わりにねこちらのあのプラスチックのねこの飾り脚を、これ今ね塗装をした状態なんですけど、これを使ってね船体を展示するためにね取り付けていきたいと思います。ちょうどねここに穴を開けてあるのでここにセッティングをしていくんですけど、なかなかね配置するの難しいんですよね。穴をね通すところを探っていくのが、これ結構船体が大きいんでねちょっと難しいです。はい、こんな感じで、はい、うまくつきましたね。ちょっとね舵が長かったんでこの先端の部分をね少し切り落としていきます。結構ね絶妙な長さなんですよね。ではねデッキを最後に乗っけていきたいと思います。でね RC のスイッチをねここにつけたので、このね一番上につくこのハッチの部分はねこんな感じで取り外しができるようにしてあります。まずはこのねスイッチをちょっとかわさないといけないのでちょっと注意しながら入れます。はい、こんなここですかね。はい、ここですね。で、ハッチを開けるとこの中にねスイッチがあります。でちょっとね指を立てながらじゃないと動かせないんですけど、よいしょ、こんな感じでオンオフできます。でこの裏にねマグネットつけてますので、まあこれでねやたらに外れることはないと思います。で、後ろのデッキですね。ブリッジを乗っけます。これね後ろを最初にこんな感じで差し込んどいて、で前をね押し込むような感じでつけていきます。で前の単装基準ですね。はい、で後ろの単装基準です。
ちょっとね、国旗を取り外しがね、こんな感じでできるように作ってみたんですけど、よし、はい、こんな感じでね、取り外しができるように作ってみました。で、これ水の上で走らせるときはね、これね、実は紙でできてるんですよね。これ製品の中についてたやつなんですけど、多分ね、外れちゃうと思うんで、水の上でね、走らせるときは外した方がいいですね。で、後ろもですね、こんな感じで、はい、できました。これRC メガ搭載しましたけど、これあくまでね、展示して楽しめるようなね、作品を作りましたので、アクリルのねケースを用意してみました。ちょうどいいサイズで収まりましたね。いや、なかなか高級な出来になりましたね。アクリルケース入れるとね、またさらにね、いい作品になったなーって感じがしますね。数日後にね、近所の川にね、この船走らせに行ったんですよ。でね、ちょっとね、波が高かったので、だいぶね、ちょっと船がね、揺れてますけど、これね、走らせる時ね、もう少し水面が穏やかな日の方が面白いかもしれないですね。で、多少やっぱりね、ちょっと波をかぶったりとかして、中のね、RC メカとかね、壊れないか心配だったんですけど、意外にね、結構大丈夫そうでしたね。ご視聴いただきありがとうございました。いやー、やっと完成しましたね。1970年って結構ね、もう古い製品になるんですけど、いや、かなりね、出来いいですよね。このね、フィギュアとかね、あとこのデッキ周りのね、部品だったりとかね、ほんと細かいんですよ。でね、さすがタミヤさんだなって本当改めてね、痛感しましたね。でね、今回はこの中身にね、RC メカを加えましたので、なかなかね、ちょっと加工技術的にはね、難易度が高いものがあったと思いますけど、これね、後にディスプレイ専用モデルとして再販されてますので、もしね、中古市場とかで見かけることがありましたらね、ぜひね、一度作っていただきたい製品だと思います。ご視聴いただきありがとうございます。このチャンネルでは、私が作りたいと思うプラモデルの制作過程を配信しています。何かリクエストがあればお気軽にコメントをしてください。Twitter や Instagram もございますので、そちらのフォローもよろしくお願いいたします。気に入っていただけましたら、いいねボタン、そしてチャンネル登録をお願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。